俺か。前だよ。長っ。お願いします。安心安心。芝居チームです。まあ、僕今回全くふざけるつもりありません。ということで、グラタン、こちらを何にしようかと考えた結果、ピザでチーズが使われていると。そしてグラタンでもまたチーズ、マカロニとかの乳製品がマシマシになっている。この乳製品部分を活かしてやっていきたいなっていうのと、まあちょっと思考を変えたいなっていうので、こちらをフラペチーノにしていきます。グラタンフラペチーノ。こちらに水を投入。ここに氷を入れます。じゃあここにフライドオン、いきます。あ、待ってください。はい、せーの、えい。フラペチーノ。終わった終わった終わった。終わりすぎ、終わりすぎ、ゴミになっちゃった。終わりすぎ、終わりだよ。俺らが作ったやつは壊れちゃった。レシピ見てちゃんと作ったんで、これはどこにあったんだよ。レシピにグラタン使いって書いてあるだろ。レーキング寿司やん、お前。うわっだー。